一番くじ、呪術改戦渋谷次変さんが10月26日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回740円で、1ロット70本ですので、すべて購入したら5万1800円になります。A 賞はアクリルボードです。一番くじオリジナル書き下ろし、伏黒めぐみ、少なが大判アクリルボードで登場。当選確率は70分の3で4.29%です。B 賞は伏黒めぐみのフィギュアです。 古部ゆらゆらの払い言葉を唱える、串黒恵みを再現、最強の式神やつかの剣、異界新章、マコラを召喚、当選確率は70分の2で2.86%です。新章はスクナのフィギュアです。紙の風が、炎の矢を放つ、スクナを再現、火力勝負と移行、当選確率は70分の2で2.86%です。D 章はクリアファイルステッカーセットです。テレビアニメ、ね、 呪術回戦第2期渋谷事変に登場するキャラクターをデザインしたクリアファイルとステッカーのセットステッカーはいろいろなサイズがデザインされており用途に合わせて使用することができます当選確率は70分の20で28.6%です衣装はハーフタオルですテレビアニメ呪術回戦第2期渋谷事変に登場するキャラクターをデザインしたハーフタオル黒を基調にしたタオルに差し色としてキャラクターカラーのタグがついており イラストが織り込まれております。ハーフサイズでコンパクトに持ち運べる。面100%のタオルです。当選確率は70分の22で31.4%です。F 賞はアクリルチャームです。テレビアニメ、呪術回戦第2期、渋谷事変に登場するキャラクターをデザインしたアクリルチャーム。お手持ちのカバンやコーチなどのワンポイントにつけれるフックが付いた仕様です。当選確率は70分の21で30%です。 ラストワン賞はヤツカの剣、異界新賞、マコラのマスターライズ、エクストラです。式紙初フィギュアか、最強の式紙、ヤツカの剣、異界新賞、マコラ、マスターライズ、エクストラでラストワン賞に召喚。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。